歌のトップ10は1986年4月7日から1990年3月26日まで日本テレビ系列局他で毎週月曜日20時20時54分に生放送された日本テレビ制作の音楽番組制作局の日本テレビでは1986年4月7日から1990年3月26日まで放送4年間における 放送回数は約180回。ランキング歌謡番組トップ10シリーズの第3弾として全番組ザトップ10をリニューアルする形でスタートした。東京渋谷公会堂からの公開制放送だったが、全番組同様に別の会場や日本テレビ G スタジオを使うこともあった。講述する事件を機に G スタジオから非公開制放送の回が増え、末期は ほぼ非公開になった。1988年から生放送が行われた日本テレビ急社屋ザトップ10時代とランキングの決定方法は変わっておらずシングルレコードの売り上げ、優先放送のランキング、ネット局のデータ、視聴者からのリクエストの4つのデータを合わせたランキングを発表している。シングルアルバムないはオリコンでの最高位系列は放送終了時のもの。 2010年6月7日から2011年まで CS 放送、日テレプラスで再放送された。過去のランキング形式の音楽番組が CS で再放送を行うのはザトップ10に続き2例目。また、2011年7月から12月まで火曜ポップスチャンネルで放送され、さらに2013年5月よりファミリー劇場でも放送されたほか、2019年5月には、 ホームドラマチャンネルで放送された。各チャンネルともに第1回は本放送の第1回である1986年4月7日放送分は放送。VTR の保存状態や楽曲の著作権等をクリアした回を中心に純不動で放送している。肖像権の問題によりジャニーズ事務所所属歌手とサザンオールスターズメンバー出演の回は放送されていない。 一方、同じように、権利関係で放送が困難とされていたトンネルズや、オニャンコクラブメンバーの、長田ルリコ出演会はそのまま放送されている。メンバー二人がジャニーズだったが、グループ自体は、浅い企画の所属だったチャチャの出演会は、放送された。また、1987年4月以降の放送会について、新助が2011年8月に、 芸能界を引退したため、該当箇所の二次利用が不可能となったことから、以降は再放送が行われていない。なお、各チャンネルともに、放送当時のテロップは表示されていないが、曲の冒頭の画面右下に独自で曲名、歌手名を表示している。放送回数約180回のうち、日テレプラスでは31回が放送された。また、 火曜ポップスチャンネルでは2011年7月の放送開始当初から1986年放送分のうち10回を放送したほか2012年6月3日と6月10日に全10回分のうち9回分が一挙放送された2014年12月24日にサーティースアニバーサリー菊池桃子イントップ10日本テレビ秘蔵映像集として菊池桃子のザトップ10 歌のトップ10出演時の歌唱映像を収録した DVD ボックスがバップから発売された。他に当番組の映像を収録した商品は以下のものがある。ありがとうございます。